どうもどうも、ジャンプウェアおじさんです。タイムパラドクスクゴーストライダー4話の予想です。いよいよホワイトナイトが連載開始になってしまいましたが、果たしてどうなるのか。そもそもホワイトナイトというアイデア自身が未来ジャンプの掲載されていた内容の盗作であるわけですから、連載ネームも未来ジャンプを読んで作っちゃったわけで、盗作を続けるのか否かで葛藤があると思います。連載7話分ぐらいまでを主人公は読んで、そのうち3話分で連載用ネームを作ったというくだりがありましたから、3話までは見てもらった。では4話からはどうするのか。おそらく主人公はオリジナル展開をやろうと思うんですけど、それがあまり編集者に評価されないという結果になってしまい、葛藤の末また未来ジャンプから未来のホワイトナイトを盗作するんじゃないかと思います。読者はちょっとさすがにドン引きするんじゃないかと思いますけど、どうなんでしょうか。あるいは盗作以外の新しいホワイトナイトをの道を切り開いていくかもしれません。そして、世界線が変化したというくだりがありましたけど、未来から送られてくるジャンプにもまた変化があるんじゃないかと思います。世界線が違うところのホワイトナイトが連載されているジャンプが送られてきましたけど、次は愛のいつきがホワイトナイト以外の作品でデビューした未来のジャンプがやってきて、それがホワイトナイトよりも面白い作品になっているのじゃないかと思います。結構な展開のスピードだと思うんですけど、果たしてどれぐらいのストーリーが想定されているのかとても気になります。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。ジャンプウェアおじさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。